ットボールファンの皆さん、お待たせいたしました。今日はファン待望のフレンドリーマッチ、日本対ジェフユナイテッド千葉。解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて北澤さん、今日はどんな試合になるんでしょうか。はい、そうですね、両チームとも本来いろいろと仕掛けられるバリエーションありますからね、そういった意味で期待できる試合ありますよね。あとはですね、両チームが組み立てていく中でいろいろと個人技も見られるでしょう。その辺も注目でしょうね。はい、日本としては立ち上がりから一気に来る可能性もありますよね。なるほど、今日はそういったところも見どころになるかと思います。さあ間もなく試合です。さあ前半戦がスタートしました。日本3トップのようですね。そうみたいですね。まずは前線に送ろうというところ、ダイレクトで出す。これは通りませんでした。立石抑えました。坂本、左から行きます。競り合った。中田、さあゴールキックです。中田、下がったボールは遠藤、宮本、パスをつないでいく。インターセプト、カットして、大事なところ下げて、ここは遠藤、サントス、ボールを回して柳沢、福西、ここは戻します。読まれた。キープ力高いですね。エンド、ヘッドでの競り合い、ここから福西、カジ、さあこっからだ、狙った、カジ、ちゃんと周りが見えてましたよね。おっと、こういうところで早く止めた方がいいですよね。牧、阿部、水野、阿部、後ろにパス、そしてここは佐藤、斉藤、いいカットですね。左へ回して、左サイドバックサントス、ここは宮本、福西、柳沢、ボールは後方へ、右へ出した、福西、そしてサントス、左から上がっていった。これは合いませんでした。いいチェックですね。ディフェンスでした。さあカウンター、おっとサイドから崩しにかかる。これはおっと、いやーキーパーナイスプレーでしたね。そうですね、いい感じでしたね。ここは集中した方がいいですね。そうですね、キーパーにキャッチされた。前半15分が経ちました。積極的に行きます。阿部、つないで水野、後ろへ下げる、下げてここは結城、ストヤノフ、ジェフ、ボールキープしています。
そして坂本、マリオハース、競り合った。さて北澤さん、日本少し流れが来ているようにも見えるんですが、だいぶリラックスしてね、試合進めてる感じがしますよね。はい。水野、左へチェックを聞いていました。サントス、回してカジ、頭で中村、通らない、後ろからのマーク、マリオハース、前方へ、強いですね。福西、中村、サントス、ディフェンスラインで回します。サントス、後方で回しています。中田、カジ、縦に出して遠藤、後ろへ、長いボール、いいカットですね。スペースへ出す、おっと出しましたね。牧、宮本、遠藤、カジ、右サイドからいいボールですよ。端からチャンスを作る。佐藤、かろうじてクリアしました。しかし展開しても中にしっかりと入ってきてますよね。下げて、下げて、ここは川口、そしてここはサントス。ボールを持っているのはサントス。ジェフ、ここまでのところまだそんなにいいところといいますか、フィニッシュまでは行っていませんね。そうですね、ちょっと様子見てますよね。あまり待ちすぎるとやられちゃいますからね。そろそろ行ってもいいかもしれませんよね。日本ボールを回します。もう一度さあ、このクリアボール、さあいけるか。キープしています。サントス、まもなく前半も30分が経過します。おっと奪った。ここから阿部、ここは水野、よく走ります。後ろからのマーク、ここに柳沢、サントス、斉藤、坂本、落として後ろからチェック、奪いました。坂本、斉藤、阿部、牧、これはタイミングが合いません。いいとこまで行ったんですけどね。これは真正面、カジ、中村、柳沢、サントス、ディフェンスラインでパスを回しています。エンド、そこからサントス、大きく横へ運んでいきます。左サイドへ出す、一瞬のクリア、後ろからチェック、右へ出した、少し出して、ここは戻します、左へ送ります。マリオハース、後ろからのマーク、一瞬遅れましたね。おっと最終ラインを抜けたか、これは外れました。しかし北澤さん、実に惜しい場面でした。本当そうですよね、ちょっと合いませんでしたね。日本スルーからのチャンスを逃しています。回してエンド、さあ速攻、おっと奪われた、
ダイレクトで出す。渡しません。真ん中へのクロスが出たんですが、ここでは合わせられません。サントス、あっとタイミングが合わない。おっと、こういうところで早く止めた方がいいですよね。前半40分を回りました。ジェフ、ドリブルで上がっていく。今いける、早く折り返したいですよね。ここで笛です。さあこの位置でのフリーキック、ここだったら狙ってくるかもしれませんよ。シュート、後ろへ預けた。さあだいぶ時間も経ってきました。どうですか。ああ、やや硬いですよね。監督としてももっと強引に攻めさせてもいいかなと思ってくる頃だと思いますよね。強いですね。今度は右から、あっとホイッスルがありました。この位置から蹴るのは阿部。マリオハース、滑り込む、大きくいった。いいシュートでしたよ。でもここは狙ってきました。よくシュートまで持ってきましたよね。後ろからのマーク、右へ出す。いいワンタッチだ。さあ北澤さん、はい、ジェフ、今のところ0対0。今日はサイド攻撃を中心に組み立てていると考えていいんでしょうか。意図的にサイドから組み立てているのか分かりませんけどもね、今のところ多くなってますよね。いい形で切り込んでいったんですけどね。そして水野、あっとこれは通りません。キーパーキャッチしました。宮本、中田、左サイドを使ってきた。ここで前半終了のホイッスルです。さあ北澤さん、前半を終えたところなんですが、まだ両チーム無得点、いかがでしょう。はい、お互いチャンスになるところもあったんですけどね。しかし流れをつかみさえすれば後半ゴールを見られるでしょうね。はい、そしてここまでの情報を軽く見てみましょう。ジェフ、ボールはやや相手に支配されているという数字ですね。そうですね。ここはミスをしない努力を少しでもしてですね、攻守の面で相手を上回ってほしいですよね。はい、後半どのような展開になるんでしょうか。前半を終えたところで0対0、両チーム無得点で折り返しています。さあ後半の笛が鳴りました。日本、エンドが変わって右から攻めます。その反対側がジェフ、坂本。さあ攻撃に注目です。チェックが効いていました。小さく回します。パワフルですよ。勇気、もっとヘッドで競り合う。キープします。カジ、一旦戻します。中田、福西、右へ回す。中田、カジ、縦にボールが出て、ちょっとこれは大きすぎました。タッチを割りました。ボールを入れるのはジェフ、斉藤、立石、左へ出す。抜かせません。佐藤、横へ運んでいきます。斉藤、回してマリオハース。おっと狙ってきた。あっと外した。なかなか入り込みにくかったんでね、やはり遠目からのシュートを積極的に打ったシーンでしたね。なるほど。ストヤノフ、阿部、ここに水野、そしてここは羽生。
ーサイドから日本ボールになります。どちらが先に先制するか。またタッチを割りました。カジ、中田、競り合った。ここは一難逃れます。これは通りませんでした。中にいなかったんですよね。さあ前で味方が待っています。ちょっとこれは大きすぎた。もう一度中田、短くつなげて、ディフェンスでした。負けてないですよね。そしてここは牧、後ろにはたいた。さあどんな展開を見せるのか。さあ戻して、いいですね。一旦預けます。下げてここは佐藤、ここはボールを下げました。阿部、ストヤノフ、まだコースを探しています。左へ出した。一旦後方へ下げます。ここで組み立てます。さあ上がった、しかしクリア。一旦はたきます。短く出します。これはつながるか。おっと、あーっとパスに追いつけません。このボールはスローイン。両チームここでメンバーチェンジとなります。スローインするのは水野、勇気、頭で競り合う、ヘッドでの競り合い、後ろからチェック、どう崩していくか。長いボールが出てきました。おっと出てきましたよ。エンド、カジ、このパスは大きすぎました。立石、いい判断を見せました。斉藤、佐藤、右にはたいた。先制のチャンスだ。このパスは強すぎた。ちょっとね、感覚が逸れたかもしれませんね。これは危険なプレーです。ここは阿部、これを返してもう一度、仕掛けてきた。チェックが効いていました。タイミングいいですよね。カウンターになるか。まだ持っていく。さあこの位置でタッチを割りました。エンド、さあ競っていく。あっとここでファール。さあ蹴るのはエンド。エリアとしてはいい場所ですよ。いいディフェンスを見せます。ミドルできた。ここから斉藤、もう一度キープ力高いですね。しかし北澤さん、後半も半ばに入っています。何でしょう。しかしなかなか互いにチャンスを生かしきれていませんね。はい、膠着してますからね。そういった意味では目の離せない試合になってますね。狙ってきた。さあ選手の動きに注目ですね。そうですね。近くに入れてきた。危ないところでした。守備側も周り見えてましたよね。ファールとなりました。阿部、水野、後ろからチェック、キープします。柳沢、大黒雅史、これは危険なプレーです。頭でつなぐ。ここはよく守りました。
そして水野、ポペスク前に送って小さく回します。ポペスク、阿部、縦から入ってきた、フィスティング、いやナイスプレーでしたね。でもいい試合してますよ。そうですね、正面を狙ってくる、早く押し込みたいジェフ、ここは阻まれます。ボールを入れるのは阿部、この上がりいいですよ、いい上がりを見せましたよね。またセットプレーとなります。ゴール前うまく合わせたいですね。そうですね。さあここに出てきたぞ、アジータ狙ってきた、左へのクロスが出たんですがここは合わせられませんでした。右に出してポペスク、水野、ここから阿部、日本ここからの攻撃になります。ピンチを逃れました。縦にボールが出て大事なところ、坂本、ここはよく守りました。これは読まれていました。いやタイミング合いませんでしたね。いいところで受けた、さあ競っていく、トペスク細かくフェイント、大きく横へ運んでいきます。どう攻めていくのか、左へ回してスペースに入れる、これ仕掛けましたよ、惜しい、いい守りを見せました。柳沢、ここは戻します。どう攻める、中田、どこから攻めるのか、キーパーファインセーブ、再び宮本、短くつなげて遠藤、左へ出した、そしてここは宮本、落ち着いています。もう一度頭で、ああいいタックでしたね。阿部、右に回して、阿部、斉藤、中島、坂本、横へ持っていく、阿部、おっと上がってきますよ、スペースを狙う、キーパーキャッチ、サントス、短くつなげて福西、また返した、遠藤、中田、さあどんな攻撃を見せるんでしょうか。競り合った、おっと危ないところでファールになった。さあいい位置でチャンスを迎えました、絶好のチャンスです。さあ正面だ、ここはなんとかクリアです。40分になります、後半40分、いい位置からのフリーキックだったんですがここはしのがれています。左へ出した、牧、そして滝沢、右へ出した、右サイド、阿部、ストヤノフ、カット、林、ここで受ける、さあ左へ出してきた、これは大きすぎました、しかしこれはゴールキーパーがキャッチ。中島、これはファールを取られました。ストヤノフ、市原、
坂本、阿部、市原、左にはたいたストヤノフ、チャンスを伺っています。ロスタイムへ突入しました。時間はありません。こういう状況ですから急いでできるだけ前で回したいところですよね。いい形で切り込んでいったんですけどね。日本結局このボールを奪いました。右へ出した。キープ力高いですね。回して斉藤、中島、時間切れです。決着は PK 戦でつけられることになりました。いやー、最後まで白熱した戦いとなったんですが、結局均衡を破れず、いかがですか。そうですね、まあプレーしている選手たちは満足していないでしょうけどね。これでまた次に対戦する時の士気も高まると思いますよ。まあまだこの後 PK あるんですけどね、大変いい試合が見れたんで僕は満足してますよ。そして試合は PK 戦へと移ります。さあ、そろそろ PK 戦が始まります。日本まず最初のキッカーは大黒雅史、左側へ蹴ってしまいました。気負いすぎた分だけ逸れたんでしょうかね。さあ、次のキッカーは牧、クロスバー、外しました。右へ行ってしまいましたね。狙いは良かったかもしれませんけどね、逸れましたね。日本2人目を受けるのは柳沢、ちょっと読み違えたんですかね。ジェフ、2人目は林、右端に決めました。これで互角の1対1、追いつきました。日本3人目を受けるのは中田、ゴール左へ決めました。本当にね、落ち着いてますよね。ジェフ、3人目はポペスク、決めてきました。うまく逆をつきましたよね。日本4人目を受けるのは中村、ちょっと逆でしたね。ちょっとね、読みが外れましたよね。ジェフ、4人目は滝沢、確実に決めます。いやー、これで3対3、攻守ともに緊張でしょう。そうですね、ここからはミスできませんね。日本5人目を蹴るのは福西、今のはどうご覧になります。そうですね、気の緩みもあったのかもしれませんね。これは外せない、決めた、決まりました。決着つきました。ジェフ、最後までも連れ込んでの勝利です。さあ、北澤さん、 PK 戦という結果になりました。試合を振り返ってみていかがでしたか。はい、最後は PK になりましたけどもね、ジェフとしては PK もそうですけども、そこまでがね、やはり思い通りに動けてましたから、そういった姿勢も評価できますよね。そうですね、本日の試合はジェフ、見事試合をものにしています。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーをこよなく愛する皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。